水玉ちゃんさん、小鳥さん、ゆったりさん、じゅんたんすみません、座席行ったね。じゃあよろしくお願いします。節分は節を分ける季節の分かれ目で、その昔は4回節分、そう、昔は4回節分というのがあったんだけどいうことを結構教えてくれてる。さあいいじゃん、すげえ。全く車に乗せ、はい、というわけで君野さんに町まで連れてきていただきまして、今から、コメダで、しこたまコーヒー飲みます。マーケットどこでやってるんだろうと思ったんですけど、ここだったんだ。やっぱね、歩いてみると気づくことが多いですね。あ、ここなんだこれみたいな。すごいピカピカピカーン。うわすごい。ここに座れるの。すごいこれ。気になってたベトナム料理屋さんですね。ベトナムの人がやられてるフォーとか売ってる。前に通っていた24時間のフィットジムです。はい、おむすびも無事買いましたので、帰ろうと思います。いつも同じセーターですいません、広川です。1万57歩歩いてきました。お疲れ様です。恵方巻きの材料を買ってきました。ででん、焼き海苔をね、この時期じゃなくて早めに買っとけばよかったと思ったんですけど、これ400キュッパだったのかな。これ普段4キュッパなのかな。一応広告の品ではあったんですけど、金、紫、黒とあって、金が4キュッパって安いのかな？でもなんか感覚的に高っと思って、4キュッパ。そして、お味噌汁、青さの味噌汁にしようと思って、そしてこの間、緑さんが買ってきてくれた、福岡の美味しいお味噌で、青さの味噌汁やろうと思います。で、こちら主役ですね。恵方巻きの具。もうこれはほんとノーマルな感じですね。そしてですね、小ネギ。今回小ネギも入れようと思います。で、もう一個。刻みたくあん。これ100円で安かったんだけど、これも入れてみようと思います。ちょっとごま入ってます。ありがたい。で、しそですね。今回の、恵方巻きメンバーは以上です。というわけで、まだ時刻は1時20分ぐらいなので、ちょっとしばらく英気を養ってですね、お米を炊いて、で、そこからまた、恵方巻きライブへとやっていきたいと思います。というわけで、アマゾンから届いていましたので、開けます。何を買ったかと言いますと、こちら、デデン。あ、持ってなかったっていう感じですよね。持ってなかったみたいな。持ってたんです。持ってたんですけども、ここが真っ黒黒になっちゃって、もうボロボロになったので、改めて買い直しました。前回の大きさが本当にベスト、ジャストミートフィットだったので、その大きさが良かったんだけど、何センチだったのか全然覚えてなくて、で、買った履歴もアマゾンでないから、で、何センチなのか分かんないなと思って、もうめちゃめちゃ考えたんですよね。
で、考えた結果、多分16センチが、私の中でね、ぴったりなんだということで。こんぐらいだったっけ？もうちょっとだけ大きかったかもしれない。あとなんかすごい、ここ持つとこがザラザラ。うん、なんかもう、誰か使ったっていうぐらいザラザラしてる。これはちなみに IH では使えません。ガスコンロ専用。危ないね。うち、よかった、ガスコンロで。一人前の味噌汁とか、ちょっとなんか作りたいとき、このサイズのラーメン鍋が本当に、めちゃくちゃ役に立つので。午前中に行ってきた、おむすび屋さん、ロックさんという新しくできたおむすび屋さんに行ってきたんですけども、みどりさんにこの間ご飯いただいたので、そのお返しも兼ねて、お家に置いてきたんですけども、私も買って帰りました。すじこは、イクラはキヌヨさん好きだから、これキヌヨさんのです。で、こっちの、サバ生姜。サバ生姜と思ってね。サバと生姜合うやん、合うやん、合うやん、合うやんと思って買いました。で、海苔は、後付けです。美味しい、美味しい。てか写真撮ろう。生姜がどういう感じで生姜してんのかっていう感じですね。生姜どこにあるんだ？ん？あ、ここにちょっとだけガリが、これが生姜ですね。なるほど。この海苔を、いつも思う、どっちが表なの？で、実はこっちがさ、外になる、みたいな。わかんない。ちょっと詳しくはわかんない。美味しそう。おにぎりの匂いがする。129g でございます。いただきまーす。ごくり。まだ全然そばにたどり着いてない。でも美味しい。海苔に塩ついてんのか。今までサバのおにぎりってあんまり出会ってなかったんですけど、セコマにもサバのおにぎり合うんですよね。北海道で人気なのかな？いいサバです。美味しい。なるほどね。サバとガリと大葉、合うね。これ自分でもやってみようかなっていうぐらい美味しい。美味しいし、新しい。美味しい、新しい、うまいよ。もっと私ガリ好きだから、もっとガリ入れてもいいか、これ。やってみよう。これまた自分でも使えるね。ごちそうさまです。というわけで、もう、寝ます。ありがとう。日本には、ゴミとかを片付ける習慣があって、みたいな。日本だけじゃねえよ、みたいな。わ、いっぱいあるね。どれでもいい？迷う。どれにしようかな。きな粉。このめっちゃノーマルに見えるの、これなんだろう。砂糖だけ。覚えてないの？そう、これ。ここにしかないやつ。だろうよ。そこにあるんだからさ。そこに。そこにしか。そこにしかないもんだよね、そりゃ。はい、半分食べてみていいよ。半分食べてみていい？これ初めて食べるかも。そう、見たことない。見たことないかも。コーヒー、クリーム、クリーム大丈夫？クリーム入れ忘れてんの？いや、入ってる入ってる。ほんとだ。いただきまーす。美味しい。これコーヒー味だった。これはおそらくあんこが入ってるやつだと思います。ちょっとクマがひどいんでメガネかけます。スキーをやってきた人は相当疲れてますよ。あ、ほら、あんこ入ってる。最高。いただきます。これから恵方巻き食べるんですけどね。うまっ。この蓋すごい飲みやすい。美味しいのかい？伸びた子。それすごいカロリー使えそうだね、そのまま。疲れてた。伸びた子。なんで言ってんの？おかしいだろ。
みどりさんからいただいた。お、美味しそう。今日はね、ね、いただきます。はい、美味しくない？たくあんって美味しいね。ちゃんと喋らないんだね。